いやー、この暗い夜道、いかにも怪異がたんまりと、洪水のように押し寄せてきそうですね、中岡慎太郎さん。もう結構いっぱいいっぱいだろ。これ画面の振りが早いか？まあいいとこじゃないの。いいとこかい？これね、昔あったんだ、井戸が。夏の田舎といえば井戸。田舎にはあったわな。井戸から出てくんだわ。なるほどな。異変だからね、探すのはね。来る、きっと来る、きっと来る、来ないじゃん。まっすぐだろ。こっちは違うでしょうよ。どこだ？猫、あ、捨てられてるのか。黒猫が捨てられていますね。今度は珍しいよな。とんと見なくなったな。段ボールに入ってなんて、一まず。回もないかもしらん、人生で。嘘。猫が段ボールに捨てられて、誰か買ってくださいみたいな。俺あるんだよ。ある？段ボールの中に猫4匹ぐらい入ってそれて、どうなったの？それ警察に言って、なんかしてもらったけど、その後は俺は関与してないんだけど、あそのる後よ。どうなんのかな、猫たちは。まあ、保護活動してる人たちに預けられるだなると。ほどな。これ覚えとかなきゃダメでしょねえ。う。玉のような可愛い子だな。あ、行方不明か。眩しいな。あ、ごめん。 なんか F キーでライトの切り替えオンオフできるって書いてあった。オフにする必要あるんかね。今ポスター近くあ、で見まあるの眩しいに。から。ちょっと怖いな。この子を探しても、何歳よこの子。9歳と書いてありますね。お知らせ。これ見ましょうか。はいよ。これね、真夜中町なんだかな？確か。あ、マヨで中ね。真夜中町？では、不審な現象が報告されています。遭遇した場合にはむやみに近寄らない。むやみに近寄らない。で、左折する。異変があったら、怪異があったら左折する。異変がない場合は右折右す折。る。はあ。あ、そうだね。なるほど。近寄っちゃダメなんだって。まあ、こっから本番ちょっか。と待って、怖くない？ でも道は短いぞ。ちょっと待って、怖いよねそれ。暗すぎなんだけど。これ花あったか。なかったと思う。いや、あった気がする。そ立てかけだったよ、何か。この交通事故う。で亡くなった人の喧嘩でしょ。あ、そっか、あったのか。じゃあったと思うよ。めちゃくちゃ汗出てきたんだけど、僕すでに。何これ。早すぎよ。異変ないから右行こうか。で、いいと思う。びっくりした。おい、びっくりした。LINE 来ただけだ。れ、街灯あんな点滅してたっあけ？れ、待って、街灯暗い。奥の街灯おかしくない？他の街灯おかしいな。なんもないっすまわ。た右折でいいんじゃなんない？もないっす、中岡さん。なんもないっす。これ入った3丁目だって。おお、なんもなしで2丁目まで、3丁目まで来た。8か10かどっちかだろう、多分。8か10丁目まで行けばってことだろう。でも、あ、待って、中岡さん、あれ。何？あれはなかった。壁？下、あ、あ、壁もね。壁もだ、壁そうもだだ、よね、壁も。壁もだよな。めこれ近寄っちゃダメってどういうこと？踏んじゃダメなんじゃないかな。無理だろ、それは。あ、右から行くのかな。あ、無理いや、だよ。その間じゃない、止まれの。明らかに真ん中隙間空いてるじ結構踏まっさるよ。で、左ゃん。が？左折だね。家で、これ食わさるなとかって言ったら、何言ってんのって言われるからね。すんません。そんな北海道弁ちょっと使っただけで、いやいやいや。ビシビシ手厳しく、しょうがないじゃないですか、北海道で生まれたんだから。そうは言うけどね。やっぱみんなに通すじみるま言せ葉にいん。かなと。お、4丁目。なんか、なんかいるんだけど。嘘。ほら、奥に。ああ、貞子いる、いる貞ね。子。なんで井戸じゃないの？遅くね？で、そこで、なんだ、急いで行っちゃったらダメなんじゃないか。自分が見えてると思って襲ってくるから、幽霊系は。猫、バカ、静かにしろ！ 猫ぐらいいいだろ。 もしニャーでダメだったら、もうやられてるから、この猫。そうだな、そうだな。もうダメだ！どうしまいだ！よく逃げた。あ、逃げれたんじゃない？どうなってんの？分かった。よかった。
今の第三者から見たら面白かっただろうな。それ戻るんじゃないそっち。え、嘘。え、どっち。多分こっち。そっち正解多分。あ、戻れない。こっちだべ。うん。あ、5丁目まで来たよ。おあり得るんじゃないで、近寄ったら。スピンに行くところか。そうそうそう。ご、お、おいそれ気づけよ。何よ。ドクロよ。おお全然わかんなかった。猫が帽子を着たこと前によ。喧嘩がな。まずはスカルよ。じゃあ、あれ。なんかいる？いや、今のとこない。餌を置いてこうぜ。持ってきた？どっかコンビニで買ってこいよ。魚肉ソーセージ買ってこいよ、魚肉ソーセージ。猫に魚肉はダメでしょ。ダメか。塩分高すぎるよ、人間のやつは。猫缶買ってくるしかないか、うんうん、カルカンとかな。魚肉ソーセージダメなんだ。あんまり良くないはず。人間の食べ物はそもそも塩分強いから。こっからね、うん、お鍋を開けたらぼわっとインチキおじさん登場。それ坂本、いつだって坂本、坂本じゃねえよ。インチキだから8丁目だぞ。うん、もうストレートだな。奥いるぞ。え、ポールの裏？子供が見てんじゃない、あれ。あー、うん、翔太くんじゃない。骸骨から戻ったんだ。なんかでも光ってるよな。あ、翔太くんっぽいな。あー、なんかリュ…え、でも顔黒くない。顔光ってんだよね。目だけ光ってる。うん、なに、お歯黒か。わからん。幽霊、幽霊みたいな感じなんだろうな。あ、薄くない頭。うん、薄いわ。だ、さっきの骸骨そうじゃない。あー、そうだわ。子供、あー、そっか、跳ねられてしまったのかな。いけるぞ。もう出れちまうな、これ。いけるぞ。多分これで何もなかったらもう次10だよ。どうだい。何もないじゃん。おー、犬いたか。犬入ってた。どんな犬だったんだろうな今。ビビり方も芸術的だったぞ今。いや、最初から入ってたのかもしらんな、犬は。あ、で、吠えるか吠えないからさ。うん、異変かどうかわかんないけどね。うん、もう近づきすぎて。これで10までいったん。うん。あ、よかった。じゃあもう終わり。僕ちっちゃい頃犬にめちゃくちゃ追いかけられてよ。うん、なんか可愛いなーっつって触りに行ったらさ、はい、いきなり吠えてさ、うん、で僕後ろピクってなってめっちゃ逃げたらさ、全速力で犬も追っかけてくるのね。おもちゃだと思うからね。多分逃げたら追っかけてくるんだね、うん、犬って。犬もね、触り方によるんだよな。頭の上から触ろうとすると、うん、怒るんだよ犬って。あー、下からね、手の甲から触らないとダメ。で、終わりか。明らかに違うね、変わったね。あ、自分家か。帰れたってこと。一発クリアなんですけど。なんか家らしい家も 2,3 個まで、まあ、わずか30分はい。終わりましたけど。よし、コンプリモイしていこう。そうよそうよ。26個。うわ、マジでめっちゃあるな。 26? あげるか。あげてみるか。9とか10まで上がる。あーん、マックスにする。これで10で。お、異変出現頻度がいじれるぞ。おお。上げてもよくない。こんな便利なオプション今まで見たことない。これどうだ、明るくなっただろう。どれ、少しは変わったかね。うわっ、これはね、左折しなきゃダメだから。はい、こっち戻ったらダメなんじゃない。ダメか、ダメか。どこまで戻る。言うて今爆発したんだ。うん、ライト爆発しただけ。やれ、逃げろ。あ、電気全部落ちてるわ。あ、停電しちゃった。停電したにしては爆発したけどな今な、うん、はぁ、あ、よしよしよし。なさそうね、うん、うわぁ。よく走ったね。
あんな潰されたら終わりよ。ふざけんなって。後ろ向きながら行くか。後ろから来るんだよな、こういう時に。あ、そっか。たださ、こっちから来たらどうしようもないよ、僕。あー、まあそうね、まだバックス押してた方がいいよ。あ、左か。うん。じゃ、危なく喧嘩増えるとこだったな。2本、2本場所ずれるけどね、少し奥だけど。ちょんちょんちょんって3つ置かれるようになったな、この地区に。ええ、1個だけだろ。もうあんたは俺だって大丈夫だもん、逃げるから。逃げんのかい。うん、連れてってくれよ。やだよ、病院連れてってくれよ。やだよ。なんかうごめいてる。え、うごめいてるぞ。みち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 。あ、真ん中か。うん、なんだろう、ドローンじゃない。どっちかって言ったらジョジョ3部のジョータロウじゃない、うん、マンホールの下。まず先行かれてるぞ。あ、これ坂本じゃないのか。やめろって。向こうは安心だ。こっちから行ったらさ、踏んづけれるよね。指挟めないかな。うん、あれ、うわー、あー、うわー、ダメか。ダメだ、捕まった。うわー、引きずり込まれるんだ。あー、うわー、分かりやすくていいぞ。うん、え、好きよ。怖くて、あ、またいる。あー、捕まったからか。あっ、お、お、変わってる。なにこれ、どういう原理の兜。シャレ神戸抜かれた後じゃない、目から。あー、え、目からシャレ神戸を抜いて抜いてやんの。や、逆じゃない。目だけ残るってこと。なんかいるよね。あー、いるね。座敷わらしちゃんかな。貞子、座敷わらし井戸にいりますか。いや、座敷に、座敷にとけよ。遊んでるから。井戸わらしじゃん、そっちだったら。結構ね、よどみがたまりやすいらしいよ、あの、うんうん、水場っていうのは。水難事故がある。悪いところがたまりやすいよ、はあ。で、左か。そうだ。これね、坂本霊能知識ね。霊能トリビア。怖いなりに知ってんだ。うん、霊能トリビアね。あっさいトリビアだったな、今な。10例ぐらいください。何10例ってトリビアだから。いない。レレレレレ。分かるやついないから、今。トリビア。あ、ブランコ。あ、動いてる。手に動き出すブランコか。え、これのキーの音だな、じゃあ聞こえたの。なるほどね。うん、近づいたらダメって言うけど、どうなるの、あれ近づいたら。ちょっと見てみたい。引きずり込まれるのかな、近づいてったら。見てる、なんもないよ、別に。うん、もう7丁目か。ああ。確かにな、ガッツがある例は悪魔の類かもしれないね。悪魔はなんか能動的にやってくるもんね。確かに。契約とか取りに来るもんな。うん、そう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 。悪魔の。やっぱ悪は結構、スタミナあるよね。うん。精力的と言いますか。死神とかも悪魔の類か。死神はそうか、そっち系だよね、多分ね、うん、女の悪魔はサキパスだよな。そう、うん、まあ精力的だよ、ザ精力的だよね、うん、うん、襲われたいでしょ、来てほしいもん。わかる。心待ちにしている。多分取れなさすぎてもう帰ってくと思うわ。だからなんだこの抜け殻がよ、海外のやっぱ、うん、悪魔系は、まあ、欲に、うん、ついてくるんだろうな。そうだ、うん、日本は恐怖心を助長させるけど、うん、ないか、ないから右だ。男のサキュバスもインキュバスだかってあるよね。あー、インキュバスか、確か。男は男であるんだな。うん、うん、よく、あれ、え、あったか、マジで、マジか。あ、見逃した。あの薄い街灯あるじゃん。うん、うっ、あー、おー、びっくりした、違うやつか。うん、たまにあるよね、なっちゃうやつ。インキュバス、サキュバスの類は、うん、もうコメントによると、うん、不貞の言い訳に使われたんだって。なんか浮気とかの、だからインキュバスに惑わされて、うん、その過ちを犯してしまったと、うん、うまいこと考えるな。いや、苦しすぎだろ。バカの代表だ、それ使ったら。いや、サキュバスにやられまして、奥さん以外の人とやっちゃったんですよね。
もう俺ならもう馬乗りで往復パンチだよ。なわけねえだろ。でパチンコへ行ってボコボコとボコか。そうそうそう。めっちゃ負けまくってから貧乏釜に取りつかれましたなんて言うこと聞くやついないでしょ、うん、お前の意思だろと中ちゃんはね、うん、そう、あくまでやっぱり中ちゃん信じてないから、そう、そういうの全然一切信じない俺。すげえな。うん、うわ雷、あーよかった、びっくりした。うん、晴れてるのに雷か。でもさ、ワンチャンさ、コメントでもあったけどさ、うん、そういう悪魔系を認めるとすれば、はい、中ちゃんが食べ過ぎた時も、うん、いやちょっと暴食のサタンにかどかわらされましたみたいな言い訳は使えるんだぜ。いや俺そんなサタンにやられる、自分に馬乗りになってパンチするの自分。俺はどういう、おお両足で。もう俺は俺の意思で食べるからね。あ、言い訳をしない。外部からなんかなっては嫌だな。待って、息遣い聞こえる。あ、お、ノーメン声が聞こえる。ノーメンからじゃない？うん、歌ってるね。井戸からか、なんて、トーリアンセ？トーリアンセだ。トーリアンセってさ、どういう、うん、あれなの？カゴの中の通りは不気味じゃない？あの歌詞。そうだよ。どういう意味なの結局？通りあんせ通りあんせって何が通るの？あ、通っていいよっていうことのはず。確かに。誰が言ってんのそれ？その踊ってる人たち。え？その踊ってる人たちは何なの？例なの？ね、なんだっけ、なんかあるんだよそれも。それカゴメカゴメって言われてるぞ。あれ？似てるよな。同じか？一番二番の作家。トーリアンセ、トーリアンセ、カゴの中の通りはいついつであるだろ。カゴメ、カゴメ、カゴの中、でもどっちかというと、カゴの中の鳥はの方がカゴメか。カゴだと思う。間違ってるか。トーリアンセ、トーリアンセ。いやカゴの中の通りは。なんで日本のスタートラインから一本に入るだろうな。あれ？トーリアンセが違うのかな？歌詞。トーリアンセはここはどこの細道じゃなくて。トーリアンセ、トーリアンセ、ここはどこの細道じゃ。同じメロディ。光ってるね。灯籠が、うん、霊かな。来てるんだわ今、うん。ご先祖様が。これはいい霊だと思うよ。信号機のメロディーを思い出すんだ。あ、てー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 。トゥ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 マシェリーじゃないんだからよ。お前全然違う。トゥ合わせトゥ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 、はい、カゴのな、違うだろ、カゴはいいんだよ。問題ないかな。あ、口開いてる。木村健人くん、血出てるね。ああ出れないから大丈夫。木村隼人が出た瞬間死ぬから。なんか聞いたことあるなその名前。僕も異変です。だよな、なんか出てるよ。血出てる。ピピピピって言ってる。ゴキブリじゃん。違う違う、ほら噴水っていうかさ、蛇口から出てんだよ、うん、血が。あー、不浄すぎる。これもそうじゃない、だ上からピューって出るタイプじゃない。あー、なんか僕言ってるのはさ、このタイプの、あ、それが上か。上向いてるやつあんのよ。マジで固定されてるやつあんのよ。はあ、まあこれはまあ、わかるけどね。うん、あとあの公園の蛇口の上向けて水出すじゃん、うん、口つけて飲んでるやついたんだよ俺昔。ホースじゃねえぞお前の口っていう。汚いな、うん、そんなやつばっかりやったな昔な。君もそれかい？いや俺は飲まない派、そういうの見てるから。僕潔癖症だからそういうの気になったんだよな。嘘こけよ。どの辺が潔癖なのよな。細菌兵器がよ。細菌兵器って何よ。家で細菌兵器育ててるから なんかいるぞ。うん、ホタルか。いっぱいいるね。あ、道にもいるんだ。これ避けてくか。うん。え、ちょっと巻きつくねえかそれ。狭い。あ、あ、あ、あ。
え、暗すぎない？こっち来てない？いや、動いてはいないと思う。そりゃ無理よな。あ、ここか？だ、こっちか。こっちの方が狭くない？え、嘘、狭い？やっぱこうか。だと思うよ、壁ギリギリで、うん、で、間を抜けるしかないか。どっち行く？まっすぐ行くよね。あー、そっちかい、うん、あ、意外とどこにいるか分かんない、右のやつね。うわ、怖いな。うん、なんかパチンコ屋みたいな。パチンコ屋ってこんなうなり声ばっかな。出なさ、結構出なさすぎやろ、たまん。全然出ないですよ、あ、怖い。赤い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 。うん、全部でっか、全部使っちゃったんだな、たまな。なし。なんかさ、コメント読むとキャラメルの言い方違うらしいよ、僕ら、うん、キャラメルじゃない、キャラメル、キャラメルって言ってない、君も。キャラメル、うん、キャラメルって言ってない。え、キャラ、キャラメルだろ。うそ、多分キャラメルだと思う。キャラメル、キャラメルってなんかさ、絡めてるみたいだよな。キャラメル、いや、キャラメルだと思う。キャラメル、キャラメルって。キャラメルって、キャラメル、キャラメル、え、キャラメルだよ。中岡正しいってさ、ごめん、キャラメルだよな。いや、俺がキャラメルなんだ。キャラメルだろ。キャ、あ、キャラメルじゃなくてキャラメルなんだ。キャラメルはなんか変でしょ。いや、お前が言ったんだろ、それ。キャラメルは、あ、そう、俺か。何回も聞いてると分かんなくなるんだよな。キャラメル、キャラメルってでも変じゃない？キャラメル食べるかい、キャラメルっていうの、うん、キャラメルだもん。どっちも違うってよ。じゃあ何が正解よ。あ、座ってるね。ああ、嬉しいね。うん、あ、さっきのやつか、うん、人にしか干渉できない。うん、だから、あと猫には邪気がないから、うん、襲う必要がないんだ。僕もないけどな、邪気は。本当に嘘だ。邪気だらけだろ。多分僕、あの、ドラゴンボールの序盤で悪魔光線みたいなのを、うん、放つやつだ。悪魔人光線、はい、あいつの光線食らっても、うん、なんかありましたっけみたいな。え、これはあったかいなみたいなこと言うと思うんだよね、僕も。ないないない、食らった瞬間一瞬で、あいつには効かないのか。一瞬で何よ。一瞬で大爆発。プシュー。犬もな、何もな、ワンワン言っただけだもんな。ね、皆さん、ビビリは長生きするでしょ。やっぱね、その中岡みたいに鈍感だとダメなの。そう、俺だと、そう、周り見ちゃうと思う、あ、同じパターンだったら。僕のようなこの繊細なビビリな心こそが長生きする秘訣。臆病は決して悪いことはない。まあ、ビビりすぎて心臓止まるかもしれないけどな。おっしゃいたいわ、そういうことを。自販機の隙間のところは見とこうね。うん、いることあると思うんだよな、この隙間。ええ、あー、あらこれか、もしかして。 あれめちゃくちゃ怖いやん、これ。黒目でかすぎ、猫かって。あれ、あ、でもこれは気づくな、さすがに。怖すぎ。行こう行こう行こう。全面降伏よ、霊に。戦おうとはしない。まともな攻撃通じないからな、霊には。え、言ってあんだけ目でかいんだよ。結構いろんなもん刺せば、痛いってなると思うんだよな。物理的干渉を受ける霊じゃないんだよな、日本の霊は。あ、うん、だいたい無駄よ。透き通、あ、こっちは透き通るし、うん、向こうからは一方的に四念波とかで食らわしてくるから。念力とかでね、納得いかないんだよな、勝てないんだよね、日本の霊って。だから好きじゃないんだよな、うん、だ、海外の霊全部勝てるのよ。あ、物理系だから、銃でやれるやつとかいるし。ショットガンでワーオーとかの女、死してなお銃に殺されんのかよと。かわいそうなやつ。なし、なしだね。うん、多分日本と向こうの考え方の違いなんだろうな。向こうは死んでるくせして生きてるやつより強いはずがなかろうっていう合理的な考えなんでしょ、はい、うん、脳みそも止まってるだろうし。そうそうそう、うん、ゾンビがいい例だよな、うん、
生きてる生命エネルギー持ってるやつが数決まってんだろうで、うん、勝てちゃうんだろうな、うん、日本はよくわからない事象を全部例にしちゃってるというのもあるからね、うん、あ、今テロになってた？え、マジか。この家の感じを見ると、うん、いつも岸優介さんが書いた黒い家っていう怖いホラー小説があって、うん、ドラマ化に映画化に なったんだけどさ、はいはい、見たことない？いや、ないよ俺は。あんな感じだ。保険金殺人を計画するなんか一家の話、うん、あの家をすごい思い出して怖いんだよね。あー、霊とかが出てくるの？霊は出てこない。あ、もう純粋に怖い話、人が怖い話なんだけどさ。はー、僕幕末オフィスもその黒い家の最後の方でなんか深夜誰もいない雑居ビルで襲ってくるみたいな話なんだけど、あれとちょっと地形が似てるんだよな。あー、じゃあ夜一緒に行こうよ今度。いや、もう俺が襲うから。いいです、いいです、いいです。向こう映ってるわけだ。知ってる、次の日。いや、一緒にやる。今俺顔油もその時に言ったネタだっつ、なんで気づいてくんねえのよ。なんで次の記憶があったんだよ。お前の次のやったっけ。俺とやったがな。そっかそっか。え、おー、すげえ。これはアスレチックだ。なかなか面白す。こういうのは僕任せが得意だから、一番得意だから、こういうの。猫は大丈夫か。いける。下何それ、溶岩のつもりか。マグマ。あー、ジャンプ、あ、あれ、え、ジャンプだ。ジャンプなんかないよ、だって。ああ、じゃあ飛び降りるだけ。ダッシュで飛び降りるか。うん。センスのかけらもなかった、今。ほんとよ、ダッシュ力が足りてなかった。ひよってしまったわけ。で、ここひよるなってことよ。ほんとだ。うわ、平行台。やべ、俺めっちゃ苦手。よし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 、これで OK。 誰かいるわ。はぁ、どこにいんの。中に人が入ってるわ。で、ワイ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 やってる。うーん。足元に虫いたみたいな。そこを自分らで見つけるゲームですから。じゃあ拾うなよ。何もいなかったわ。あー、何もちゃん、もう。いや。ご情報だからな、協力するやついなくなるぞ。俺らだけ手つける。え、何言うの。うわった、これ猫ちゃんはガマグチ君になってる。おお、うん、FF6 のオクトパスみたいな感じだったね。オルトロスか。オルトロス。え、でもないね。ないわね。ないわね。なんでお構いになった今。なんでちょっと女性の言葉ですよ、おかまよ。普段ほらいつも男だって使ってもいいだろうな、何々だわねみたいな。いつもかっこいい。今はない世界ですから、言葉ばっかり使ってるから。かっこいい言葉ばっか使ってるのはありがとうだけどな。だろ、右だね。うん、やっぱり坂本はイケメンになってほしいからね。無理だけど。まあ無理だけどって何。あれ、マジか。ええっ、ちょっと待って、ラスト1個めちゃくちゃ難しくない。じゃあ、嘘だって見まくったよ。あそこにシャッターがあんのおかしくない、ね、普通の家の構造的にこういうシャッターってつかなくない。つかないけど、あったこれ。うわ、わかんない。そこにつくことある。超どん天か。どん天か。あれ、うっそー、ゲロムズだわ。ゲロムズだって、なんもないって。あれ、チェロ？あれ？あ、草なくなってる。じゃ、骨になってる。一回も見てないんだ、草。ザルだなー、4つも目ついてて。マジか、見てねー。マジザルだなー。まあ上ばっかり見てたもんな、その辺。そっかそっかそっか。プランターか、スカルプランター。それで、そりゃそう、ストレートに行くわな。くそー、朝猫拾ってこうよ。うん、最後の9丁目でな。いや、僕黒猫麦買うときに、うん、
まあ、結局あの麦に一目惚れして麦を選んでしまったけども、うん、ちょっと実は黒猫候補に入ってたんだよね、うん、あお店にあいたの あれあマジかこれ自力全部出たからか、からか数えとけ引き上げといたそう。ああ。コンプリートか？そうじゃないかな？おお、猫、猫、猫、来た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 。猫エンド。ハッピーエンドだ。トゥルーエンド。連れてきたんだ。クイットゲームするでしょ？はい。で、終わりなわけよ。タイトル欲しいな。お相手は、怪異見つけマスター、坂本龍馬、そして、イチャモンの中岡。やからおか慎太郎さんです。うわ